コノミアキラは日本のコスプレイヤー、歌手、声優、実業家、コスプレパフォーマンスチーム、姫王子のメンバー、ベンチャー企業、テンペストハイウィンドコ。北海道小樽市出身。コスプレ界の草分け的な存在として、TV、雑誌などの多数のメディアや国内外のコスプレイベントに出演している。活動名のこの宮明は漫画、アキラから由来。 コスプレ界のオリンピックである世界コスプレサミットでは愛しグ熊と共に2007年2010年と日本代表になっている。2007年に行ったパフォーマンスは忍者ハットリくん。ナルトの渦巻き、ナルトのコスプレで注目されたことをきっかけに国内外のゲーム、アニメの公式プロモーションや衣装協力、各種コスプレイベント及び テレビなどのメディアにも多数出演するようになった。2012年、日中友好40周年のイベントで、キャリーパミパミや AKB48 と共に、ジャパンポップカルチャー代表として、ゲスト出演。2013年、稲妻イレブンゴーギャラクシーで、声優デビュー。公式ゲームアニメの CV も担当する。もともとは、一回のファンであった、コスプレイヤーから、 原作の企画へ参加するという非常に稀な例となった。2017年、アイカシグマ、リュウ・フ・ア・エン、リューハツナと共に、詩人伝説を下敷きとしたオリジナルのプロコスプレイヤーチーム、ヒメ・子を結成。2018年、俺の考えた最強の俺を作るオスローガンとした、ベンチャー企業、株式会社テンペスト・ハイウィンドを立ち上げ、ここに就任。コスプレを中心として、 みんなが楽しめることを念頭に国内外問わず事業を手掛けている。なお THW のメンバーとしてお姉タレントのキサラギオン流も役員として参加している。2020年地方創生をテーマにしたビジネスコンテストジャパンチャレンジャープロジェクトにファイナリストとして登壇。コスプレを活用した競争ではなく競争を目指したビジネスプランを述べて 見事グランプリを手にした。K、ありがとうございます。